今日は運気を上げる宝石についてお話しします。宝石チューナー宮城明です。今日は運気を上げる宝石というテーマで、いくつかの宝石を紹介していきたいなというふうに思います。結構ね、運気を上げる石っていうのに興味を持つ方が多いと思うので、皆さんが大好きな話題なのかなっていうふうにも思うんですが、そもそも運気って何でしょうねっていうことから、話をしていきたいと思うんですけども、運という言葉と気という言葉がくっついた運気というこの言葉、気というのはエネルギーですね、気の流れ、エネルギーの流れということですね。じゃあ運って何でしょうっていうと、運は巡り合わせっていうふうに考えると一番分かりやすいですかね。だからエネルギーの流れ、エネルギーの巡り合わせ、運気を上げるっていうのはこのエネルギーの巡りが良くなるということだというふうに捉えてもらうと一番分かりやすいと思います。そもそも、エネルギーとは波です。波というのは、波形というものがあって、上に行ってる時もあれば下に行ってる時もあればというのを繰り返していく。では運気の流れっていうのは、その人が持って生まれた、その人特有の波の形が誰にでもあるということです。その自分の持っている気の流れに合わないような生き方をしていると運に乗れていないということになります。逆にその自分の持っている自然な波、自分の持っているエネルギーの自然な流れに乗っかっている人っていうのは運の流れに乗っているということが言えると思います。そういう意味で、運の流れに乗れている人とそうでない人にはものすごく大きな違いがあるということが言えると思います。では運気の流れに乗れていないっていうのはどういう状態かっていうと、これは多くの人が多分乗れていないんだと思います。何かしらの思考的なものによってその運の流れから外れてしまっているということで、運気を上げるというのはその運気の流れに乗れていないっていう理由をまず知っていく。そしてその流れに乗るためには自分がどのような思考を持っていればいいのか、どのような行動をしていけばいいのかっていうことを考えていくっていうことが何よりも重要なことになってきます。宝石は神社みたいなものだっていう話をしましたけども、ただ神頼みをするだけでは運気っていうのは上がらないっていうのは誰でもわかると思います。神様にお願い事をして自分は何もしない、神様が何かしてくれるっていうことはありません。神様には自分はこういうことをやっていきますよっていう宣言をするために行くっていうような話をしましたけども、宝石も同じで、自力として自分が運気を上げていくためにこういったポイントについて意識を向けて、それに向けて行動していきますっていう自力、意志が働いて初めて宝石というのが働いてくれるっていうのは常々言っていること、それは変わりないことです。ではどんな風に運気の波から外れてしまっているのかっていうのを今日は3つに分けてお話ししていきたいと思います。まず運気の流れの一番上のところ、上昇していって一番山の高いところ、ここって多分人生でもすごくいいなっていう感覚を感じる部分だと思うんですけども、いいって感じると永遠にこれが続いてほしいと思うのは人情だと思うんですけども、それをずっと続けていきたい、それを維持していきたいっていうところに執着をしてしまうと波に乗れなくなってきます。運気の流れはいいことばかりではなくて、いわゆる悪いという方向にも動いていくので、どこかの地点ではいいことがあったとしても悪い方向に運気が下がっていくっていう時期っていうのがあると思います。でそれに抗って下がらないようにいいことを続けていけば、この一番トップの部分は維持されるんじゃないかって勘違いしてしまいがちですけども、運気に乗るためにはその落ちていくっていうこともしっかりと受け入れていくっていうことが波に乗るとても重要なポイントです。ではその維持することに執着しているっていうような状態の人に合う宝石は、パライバトルマリンとステラエスペランサ、この2つの宝石ですね。これは、どういう作用するかというと、意識をより高い位置に持ち上げてくれる、そんなサポートをしてくれる石です。一番高いところに執着をして
運圏が下がっていくっていうことに抗うっていうことは、やはり視野が狭いということが言えると思うので、より高い視点で見たときに、自分の人生を全体として捉えたときに、いいことも悪いことも、その中に自分の人生の喜びや豊かさ、全てが詰まっているっていう視点を持てたら、別に一番上の部分に執着する必要がなくなってきます。一度得たものを失うということに対して抵抗感があるのは人間なので当然のこととは言えますけども、より高い視点で見ることでそこに執着することなく、運気の下り坂も楽しめるようになっていくっていうのが、このパライバトルマニーやステラエスペランサといった意識を高めてくれる、そういった意思の作用として働いてくると思います。そして2つ目、モルガナイト、これは子供心をくすぐってくれる石です。インナーチャイルドをつながる石というふうに私は言っていますけども、好奇心を刺激することで一つのところに執着するよりも新たな体験をするということに対する好奇心をより高めてくれる石です。そして3つ目、アウィナイト、これは運気の流れをニュートラルに見ることができるようになってくる。そしていい時からの落ち込みの時、それを察知していく能力を高めてくれる。それがアウィナイトの役割なので、あ、なんかそろそろいいところからエネルギーが落ちていくところだなっていうことをしっかりと察知した上で、落ちていくという運気の流れの中で自分の人生の豊かさを体験していくっていうことができるようになってくると思います。そういったニュートラルに物事を見て、よし悪しっていう観念だけではなくて、エネルギーの流れをしっかりと見極めていくことができるようになっていく石、それがアウィナイトです。そして運気の流れ、運のエネルギーの流れに乗れないというパターン、2つ目としては運気が落ちているとき、下に落ち気味になっているときに、早くそこから上がろうとする、悪くならないように努力をしていい方向に向かおうとするエネルギーが強すぎる、悪い時期っていうのから逃れようとするっていうことが多いと運気の流れからも外れてしまいます。これはよくありがちなことで、やっぱり苦しい時っていうのは早くそこから逃れたいなっていうふうに思うのが人情だと思うので当然だとは思うんですけども、その運気が下がっている時っていうのは文字通り悪いことだけではないということです。気のエネルギーが下り坂っていうだけの話で、その下っているということで実はすごく大きな財産を得るということもありえます。カウンセリングの世界は特に気持ちが落ちていく部分にフォーカスを当てて、その部分を掘り下げていくことで自分自身の本来の姿を思い出していったりとか、自分が本当に望んでいたものが何なのかに気づいたりとか、たくさんの財産を思い出す、それを手に入れるっていうようなことがありえます。なのでカウンセリングの場面っていうのはネガティブなことを話しているようで、実はすごくポジティブなことにつながっているっていうことがすごく多いので、運気が落ちている時っていうのは決して悪いことだけではないということをよく理解してほしいなというふうに思います。宝石の会とかでクライアントさんがすごい落ち込んでるとか、そういう話を聞いた時にいいねって言って笑う時があるんですけども、それはなぜかっていうと、その人がより運気の流れに乗っていくプロセスの中で気持ちが落ち込んだりとか、現実的にマイナスに見えるようなことがたくさん起きてきたりとかっていうことはあり得ること、そして決してそれは悪いことだけではないっていうことを知っているので、その時にすごくいいね、それで笑うとですね、本当に苦しいんですって言うんですけど、分かってますそれは苦しいんだろうなっていうふうにはよく分かってるけども、その苦しみに触れることができるようになったっていうことがとても喜ばしいことだったりする。それこそがその人の運気に乗っていくっていうことにとても重要だったりとかするので、そういう場面に出会うとどうしても喜んでしまうんですよね。逆に言うと、その悪くなっている時、運気の流れが悪い時にそれに抗ってまたそこから逃げようとするっていうのは、運気の流れを悪くしてしまう要因としてはすごく大きなものだと思います。そんな形で運気の流れから外れている人にとって必要なサポートをしてくれる宝石、まず第1、ルビー。これはもう自分に向き合う石、もう自分というものを強く意識させてくれる石なので、落ちていくことに対しての恐怖感っていうものを和らげてくれたりとか、自分はここから落ちても大丈夫だ、この流れに乗っていくことこそが
自分の人生にとってとても重要なことだっていうような強さを与えてくれる、それがルビーなので、そういった人にはルビーをお勧めします。そして2つ目、スフェン、感情を洗い流すですね。落ち気味の時っていうのは自分の内側に溜まっているネガティブな感情っていうものに触れていくっていうことがあるので、そのネガティブな感情にあえて触れていくことによって、その感情を洗い流していくっていうことができる。そしてスフェンはその過去の感情につながるということをサポートしてくれる石なので、忘れてしまっていた過去のいろいろな経験、それによる記憶、そしてそれに伴う感情のエネルギーというものを洗い流してくれる、そんなサポートをしてくれると思います。その他にもピンクゾイサイト、アフガナイト、グリーンサファイアなども同じような働きをしてくれる、そんな石です。そして運気の流れに乗れない3つ目、それは自分の波の波形を小さく制限してしまっている、安全を求めているっていうパターンですね。本当はもっと上の方までエネルギーは流れる、でも逆に上まで行くっていうことは下、悪いと感じる部分にもエネルギーはもっともっと流れる。だからこれ以上悪くなりたくないってやっていると制限になってしまって、これ以上の良さっていうのも感じられなくなってしまう、波がどんどん小さくなってしまうっていうのが運気に乗れないという意味からすると、このパターンがもしかしたら一番多いかもしれません。この制限をしている状態だと大きく失敗もしない、その代わり大きく成功もしないっていう中途半端な感覚のまま生きることになってしまいます。これは完全に運気から外れてしまいます。本当はもっと大きく成功してもいいし、可能性としてもっと大きく失敗する可能性もあるっていう、もっとダイナミックな生き方をしたいと思って生まれてきているこの魂の大きさを制限してしまっているっていうことは、生きている満足感とか喜びの質というのもどんどん下がっていくということが起きがちです。だから世の中に合わせて社会に適応している人はこのパターンはすごく多いかと思います。いろいろな要因があると思うんですけどね、失敗が怖いので痛い目を見ないように、できるだけ失敗しないように、悪いことが起きないように、なんかいいことが続くと罰が当たるんじゃないかっていう感覚で、それ以上いいことを選んだらダメなような気がしていいものを手にしないみたいなことが起きると、人生の喜びや苦しみっていうその幅がすごく小さくなってきて、安全な感じはするけども、なんか中途半端、悪いことが少ないけどいいこともなんとなく楽しめない、そんな感じの人生になってしまっていると思います。これは運気からかなり離れますね。で、こういう状態で運に乗れないっていう人にはおすすめする宝石としては、まずタンザナイトです。これはもう殻を破っていく、だから制限している殻を破って本来の運気の流れに合わせていくためには、まず破ることから、破壊することですね。タンザナイトは完全に自然のエネルギーに近いエネルギーを発する石なので、自分の殻を破って自分の本来の自然な波動、自然な運の巡り合わせに合わせてくれる、そんな役割をしてくれるのがタンザナイトです。そして2つ目、インカローズ、これはその制限を打ち破って、大きく成功していくっていうことを自分に許してくれるような強さを与えてくれる石です。インカローズのエネルギーはとても強いエネルギーで、外側から何か制限されているような、一番強いのは妬みのエネルギーを断ち切ってくれるのはこのインカローズだけっていうふうに言ってるんですけども、外側からの何か監視されているような感じとか、なんか妬まれているので自分はこれ以上抜きんでちゃいけないなみたいな感覚で、自分の運気の流れから外れてしまっている人って意外と多いですよね。人の目を気にする、抜きに出たら叩かれるから抜きに出ないようにする、そのような信念を作ってきた人はすごく多いと思うので、そういう人にはこのインカローズのエネルギーはとても役に立つエネルギーだと思います。その他には、ペリドット、これは軽いエネルギーにしてくれる、考えすぎちゃう人が多いのでそれで制限になってしまっているということがあるので、あんまり考えないで、自分の本能に沿った流れになっていくためにも軽いエネルギーにセットしてくれる、それがペリドットの役割です。
そしてアクアマリン、これは昔からお守りとしてよく使われていた石なので、自分が今まで持っていた安全圏を破って、もっとエキサイティングな人生にしていくっていう時に、この石をお守りとして持つっていうことで前に進みやすくなる、そんな役割をしてくれる石です。はい、今日は運気を上げる宝石についてお話ししてきました。運気っていうのがなんとなく誰かが作っているエネルギーの流れに自分が合わせていくっていうようなイメージがもしかしたら、あるかもしれませんけども、運気のエネルギーっていうのはそもそも自分の中にあるもの、自分の中にある最高のエネルギーの流れが運気の流れです。その自分の最高の流れの中に自分が入っていくっていうことなので、自分自身のことを知っていかないと本来はこの運気の流れっていうのには乗れません。そして多くの人が、自分よりも何かを優先させることでその最高の流れから外れてしまっているっていうことをまず自覚する必要があると思います。でそれを自覚しないと運気の流れに乗っていくっていうのは、なかなか難しいんじゃないのかなっていうふうに思います。なんか知らないうちにいい運気の流れになったんだよねっていう人がいると思うんですけども、そういう人もその人の生い立ちの中でその人がどのようにその運気の流れから外れずに生きてきたのかっていうものを分析していくと必ず何かしらのことをやってます。だからナチュラルに生まれた時に持ってきた最高度の運気の流れのまま大人になっていくっていう人は一人もいません。今運気の流れ、とてもいい運気の流れに乗れている人っていうのは自分の内側でそれなりのことを必ずやっている人です。自分自身が今自分の持っている最高度の運の流れに乗っているのかどうかっていうことをまずニュートラルに分析してみる必要があると思います。そうするとどこかの面でアンバランスがある、それによって本来の運気の流れからちょっと外れてしまうことがあるとしたら、その部分に気づいてその運気の流れに乗ることを妨げている何かっていうことを自分の意思で解消していこうとする。例えば何か執着がそこにあったりとか恐れがあったりとかするんであれば、その恐れを受け止めていく、執着を手放していくっていうような意思を持つことで宝石のサポートっていうのはより受けやすくなっていくというふうに私は思っています。今日は運気を上げる宝石の話をしましたけども、運気は誰かが運んでくれるものではなくて自分がその運気の流れに乗っていくことによってその運気が一体どんなものなのかを知っていくっていうことがとても重要なポイントだと思いますので、ぜひですねこの運気を上げる宝石いくつか挙げましたけども、その宝石を持ってみて、自分自身が一体どういうポイントで自分の運気に乗れないのかっていうことをちょっと思い浮かべながらエネルギーを感じてみると新たな気づきがあるかもしれません。今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録をしてグッドボタンを押していただけるととても嬉しいです。それでは次の動画を楽しみに。